おはようございます。現在6時朝のね、朝の6時、20分です。まだ日の出前なんで、薄暗いんですけどもね、そろそろ東の方が明るくはなってきてます。で、僕は今どこにおるかというと、ニューポートビーチにいます。日本から帰ってきて、3日ほど経ってるんですけども、まあ、時差ボケなのかどうかわからないんですけどね、すごい朝早くに目覚めるようになったので、ちょっとね朝散歩してます。ほらすごいね、綺麗な朝焼けが見えてます。このヤシの木をバックにね、まあ、朝焼けとか夕焼けとか見えるのはやっぱり南カリフォルニアの、まあ、いいところというかね、いいところですね。ライフガードの車かっこいいですね。昼間に来るとね、1台1台が稼働してるからね、こういってずらっと並んでることあまりないんですけどね。ライフガード、ニューポートビーチ、どんどん明るくなってきてます。むちゃくちゃ綺麗。ライフガードのね、向こう側に見えてるのがニューポートピアです。これまで何度もねご紹介したことがあるところですけどね、せっかくやからピア下まで行ってみますね。昔ね、一度ご紹介したことがあるんですけども、このニューポートピアの横にね、魚市場があるんですね。水揚げされたてのね、魚をここで売ってくれてるんですけども、早朝しかやってないのと、あと、おそらくね、週末しかやってないのかな。今日土曜日なんですけどもね、土曜の早朝なんで、空いてますね。この辺のカモメはね、なんでここに集中してるかというと、あの魚市場から出る、なんちゅうの、こう切った魚のね、いらない部分とかをこう狙ってます。これ魚市場です。はい、表に回ってきました。これがね、魚市場の入り口。店はね、たくさん出てるわけじゃないね、今日は。前ね、一度そのご紹介した時はね、これ全部店が出てたんやけども、今日は一部の店だけですね。こっちはね、大きな、何やろ、ハマチ、何やろ、なんか売ってるわ、ほら、こっちはこっちもある。何の魚やろ。この赤いのが美味しそうやけどね。これはマグロ系の顔やね。マグロっぽい、美味しそう。これもよく見たらね、マグロ系の魚ですね。見せてもらおう。ほら、顔見たら、こうやってね、好きな魚を選んで目方売りしてますね。
ここにはカニがおったんやな。あ、もう残骸しかないけどね、きっとカニここに売ってたんですね、朝早いに来たらね。ここでもカニ売ってるわ。エビやと思ったらカニでした。うわーごっつい。これ何？すげー、カニとなんか貝、サザエみたいな形のやつやけど、サザエじゃないね。あ、すごい、ロブスター持ってるわ。ほら、ロブスターと向こうがカニですね。面白いですね。こことかやったらサンタバーバラライブスイアーチンって書いてるから、まあ、サンタバーバラっていう地域があるんやけどね、サンタバーバラさんの生きたウニをここ売ってるとこなんやけどね、今日は売ってないですね、店閉まってます。ということで魚市場を出てピア行きましょうか。ピア行く前に、そこにニューポートコーヒーカンパニーっていうね、コーヒー屋さん、カフェがあるんやけども、そこでコーヒー買ってピアに行きますね。ここのコーヒーはね美味しいです。僕はだいたいここ来たらいつも買います。マフィンとかも美味しそう、ベーグルとかクロワッサンもあります。はい、出ます。すっかり明るくなってます。じゃあ僕、ちなみにね、これホットラテね、ホットラテを買ったんですが、まあ、ホットラテを飲みながらピアの上行こうかなと思います。あー美味しい、あったかい。今日はね、僕はあのいわゆる動画用のカメラを持ってきてなくって、ずっと iPhone で撮ってるんで、かなりね手ぶれもしてると思うんですが、まあ、ご容赦ください。ちょうど日の出ですね、今出たとこやね、太陽すごいのどかでしょう。僕はこのニューポートビーチから車で10分かかるかかからんかぐらいのところに住んでるんやけど、このビーチはねすごい僕も素敵で、好きでね、時間があればまあまあよく来ます。